今週もやってまいりました。お菓子を食べて感想を言い合おうの番組でございます。はい、柿の種が準備されてますけれども。そうね、僕ピーナッツが嫌いなんでね、柿の種ばっかり食べてしまう。あのね、はい、一つ物申したいんですよ、はい、今日そのこのスタジオやってきた時に、弘中さんにね、はい、富吉さんチョコバット食べちゃいましたって言われてんけど、俺食わへんから。お前やろ。お前やろ勝手に食ってんの。いつやねん、ストックされてる。いつチョコバット。じゃあこう疑うなら絶対これやろ。弘中っちやばいやん。見た目から絶対食ってそうやん。じゃあのな、食うた本人に疑われたとどういうことやねん。なあ、あ、責任をなすりつけられそうになった。そしたら自分は逃れるみたいな。俺がこっち一緒、完全に食いやがってマジで。俺が普通にノーって言ったから、うん、ちゃいますって言ったから。え、でもあれの犯人誰なんすかね。え、勝手に食ったやつがおるんすか。ちょ、せーので指さしません。犯人やと思う、まあ、この4人の中に犯人がおるとして、犯人やと思うやつ指さしましょう。せーので、いいよ、いっせーので。あー、次郎1票、辻田1票、弘中2票で。はい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 、まあ、これも完全に弘中ね。弘中っちやったね。あの、でもワンチャンあるからね、ミステリー小説でもあるけど、うん、完全に怪しいやつがそのまま犯人になると思いきや、うんうんうん、共犯がおるってあるからね。共犯とか言うな。2人やろ。2人で、2人でなんか先にさ、俺と辻田さんがこうのスタジオ来る前みたいなタイミングがあってさ、なんか話盛り上がってきて、なんかお腹すいたなみたいな、なんかないですか、行っちゃいましょうか言うて、チョコバット行っちゃいましょうかみたいな。2人で食ったやろ。年末に勝手に入ったのこの部屋俺、うん、は行ったね。俺にはそれやないっすか絶対。でもそれやとは思われへん。え、やからそれチョコバットが丸々なくなってたんですか、一袋。うん、だからそれ封開けて、それ来た時に行っちゃったって。封開けて食いました、1本か2本かなんか知らんけど、うん、一袋。ほんまに持って帰ったの。お前やんけ。最低や。ほんまによった、犯人。あ、ほんまに食うた。なあ、ほんまによった。あの、通常さんにマリオメーカー貸してっつって、でもう来たんよ、うん、で行ったね。あると思った。でもさ、あれもそうやろ、ほんまこの人俺大好きな、そういうところ。なんやっけ、え、あの大乱闘スマッシュブラザーズやっけ。大乱闘借りてたんやっけ。さんに借りてた、借りてたんやろ、うん、年末に収録したあの、うん、ジロ吉会議ザムービーっていうリノの動画があったんですけど、あの罰ゲームで私物を視聴者にプレゼントのところに大乱闘スマッシュブラザーズ入ってたから。これ視聴者語弊がございまして、あの、その日の夜に、いやその日の夜にみんなで、あの、ちょっとわちゃわちゃ遊ぼうやと言ってたから、あのコントローラー2つとスマブラ入れてたんですよ。でそしたら、あの、案の定取られまして、負けましてね、僕通常的には勝って返さないかと思ってるんですよ。最低じゃない。最低やと思って、勝って返すとかちゃうからな。持ってたもん、ちゃうなや。勝って返すとかちゃうからな。次会ったらマリオメーカー持ってきよう。死ぬほど笑ったもん俺もう。ほんま初めて聞いた。詰めた方がいいっすよマジで。お前ちょっとどうなってんねんって、一回ほんま考え直せっつって。まあ、パッと目についてるもん。持ってたんでね、うん、しゃあないみたいなとこは。むちゃ優しいやん、ほんま。優しいな。なあ、優しすぎるよ。辻田さんは。あ、近況ということで、あれは、あれあるわ。お正月ってちょっと嫌いになるね、大人になったら。ああ、なんかよく言わはるね。お年玉ってもうやめへん。あのな、その話なんか前のジロ吉会議でせえへんかったっけ。ね、した。やめへんかどうかはしてないけど、やめへんっていうか、なんか払うのが嫌やって。もう払って気づいたんよ、おかしい思うわ、こんなお金なくなんの。これまあおじいちゃんおばあちゃんにもあげて、お金にもあげて、親戚会う子にあげて、あ、こんなお金なくなんねん思うだもんな。いやでも俺もちょっと思った、
4日かなんかに俺京都戻って、うん、でおかんと姉ちゃんに会ったんですよ。で姉ちゃんの子供2人おって、でやっぱ、うん、子供嫌いやしあれやけど、でも何やかんやっぱもう1人目が5歳ぐらいになっとって、うん、久しぶりだったらすげえ可愛かって、なんか俺のことなんかもう舌が回らへんで、そうちゃんって言えへんで、父ちゃん父ちゃんって言ってきよるんですよ。父ちゃん父ちゃん言ってめっちゃ懐いてきよって、めっちゃ可愛いなってきて、あーほやんなんかあんのかなやめろむっちゃ可愛くて、で、うん、京都駅でお手手で、うん、でもお利口さんにしてたからっつってヨドバシカメラ連れてあげて、あの欲しいおもちゃ、はい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 、買ってあげるっつって、でまたそこでね、仮面ライダーの剣と今のディケードかなんかの剣とベルトでめっちゃ悩み出しよって、かわいい、そうほんまに、で剣が4000円、うん、でベルトが7000円かなんかやって、うん、むっちゃ悩んで悩んで出しよった答えが剣やったんですよ多分ベルトの方が欲しかって、ずっとベルト見とったんやけど、で5歳でこれかと思って、もう言うても5歳の子やし、欲しいもんって知れてるじゃないですか、その3万4万するもんなんかありえへんから、うん、それでかわいらしいなって、もう感動して俺、でも両方買ってあげたんよ。あかんおじさんやな。いやでもちょっとでもじゃあでもなんかじゃあ若い気持ちわかるけど、なんかその、うん、我慢しておんじゃなって、この子なりにいろいろで気も使っとって、ですげえ俺のこと好きらしくて、うん、でなかなか1年単位とかでしか会わへんから、1年に1回で私嫌われたくないとか多分いろいろあんやろうな、うん、うん、無茶言って困らしたらとか、それがもういじらしくてさ、うん、もうでも両方買って、でもそれでめっちゃ喜んでくれて、でもでまたね、また絶対会おうねみたいなんで、バイバイっつって、でも感動してて、いやけど翌日に姉ちゃんから金貸してくれっつってあんたあんなポンと子供のおもちゃに1万以上払いんだし、お金あるやんなっつって、ちょっと生活いたりにして、お金3万円貸して言うてメール入ってきて、うん、もう既読スルーやで既読スルー、うん、すげえ嫌な一面見た、いやなすげえ嫌、大人って汚くなんねんなって、うん、汚なるなって思って、もう超嫌やったもんほんまに、うん、でそうなったら、だからその甥っ子の小太郎ちゃん、うん、小太郎ちゃんにも怒りが湧いてくんでね、また、うん、あいつと血がつながってるって思ったら、そうなりよるんじゃないか、そうほんまに怖いよ、お正月怖いね、怖い、そう考えたら何日までお年玉ってあげるんですか、もう今が12日、今もうあげへんすよね、てか正月自体7日で終わりっすよね、あ7日の七草がゆで、多分あのほんまあの締め縄とか鏡餅全部、あそうなんや、そうやで、お箸とかも変わってるやろ、あの寿って書いてあるお正月とか、うん、お餅やらへん、あるあるある、うん、あのいや、やるって何、じゃ あの普通のお箸じゃなくて、うん、昨日お箸に寿って書いたやつにね、あの箸袋に名前かなんか書いてペッてやって、それ7日間、あれ名前書くんって日本の文化なんですか、うち親戚多いからやと思ってた、うちは書いてた、うん、書いてない、ちゃんと筆で、おいめちゃめちゃローカルやんけ、俺めっちゃ恥ずかしいやんけ、何がローカルの、え、やってないでしょ、名前書いてない、あ、マジっすか、いや、あ、よかった、別にどっちでもいいと思うよ、やってへんやつがおかしいわ、これやってへんやつがおかしい、おかしいおかしい、よかった、で、あの木のやつアロテね、ああ使い続けるって7日、あれも7日間ですよ、7日間使い続けるのあれ、アロテ、そうやね、アロテ乾かしてね、あれ元日だけちゃうぞ、え、知らんかった、うん、ほんまほんまで、梅茶か梅昆布茶かなんか飲んで元日は、そうよ、あ、そうなんや、そうよ、余裕で俺おせち食べたっきりやな、中途半端にその日本の文化知ってるか嫌やわ、それ勉強した方がいい、文化ゆとりやったな、マジで文化ゆとりやわちゃんとせなあかんよほんまに、そういうとこね、ちゃんとちょっと日本人やからね、やっぱ、うん、気がおごそかになりますからね、なんかやっぱそういうのやったら、うんうん、ディスカッションいきましょうか、そこもう見て、大丈夫ですか、はい、近況とか何もないからね、うん、はい、そんなディスカッション、ディスカッションのコーナーイエーイ、バウバウドン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 、バウ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 、あ、ちょっと待って、やり直し、あの辻田さんがあのブレイクダンス始めはらへんかったから、やる気なさそうやったな、今なあ、
ヘッドスプリングとかしながら、そうさっきのなやつではやってくれはったのに、うん、なんか今結構派手やったもんな、うん、ディスカッションのコーナー、イエーイ、パンパフー、どんどんどん、はあ、大友総林さんからの投稿です。選択型ディスカッションという、おお、なんかまた難しい。僕の考案したディスカッションテーマなんですが、もし地球滅亡の直前ロケットに10人乗せるとしたら誰にするかです。お二人が意外と少なかったり多かったりするこの人数で誰を選ぶのかがとても気になります、ということで。10人多いわ、多いな、10人多いわ。地球滅亡の直前ロケットにいいか、10人乗りやったら11人12人いけるよね。まあ無理したらな。車とかもそうっすよね、確か。なんか5歳以下はなんか 0.7 人みたいな、なんかなりますよね。 0.7 人ちゃうわ。3人で2人分か、うん。じゃあ10人はさ、具合悪いわ。どうしたん、いろいろこうなんやろ、また多分その俺選ん、あいつを選んでんのに俺選ばへんやんみたいな話とかになるやんか。じゃなくて、いやこういうのって要は10人まで行っちゃったらさ、今現状の楽しさだから俺多分家族乗せへん。あ、うん、俺今やったら自分の身内やったら優子さんだけ乗せて、とりあえずパンと、あとやから今の仕事仲間で、仕事して仲いい、その自分の今の環境の楽しい人、その今の環境を守ろうとするから、俺今家族に会ったりとかしてないから、多分それは俺多分乗せへんし、だからちょっとこれは破綻するよ。じゃなくて3人やな、多分絶妙なんは、多分ほんまに悩むのは。そう、え、テーマ変えちゃう感じ、テーマ変えよう。じゃあでもそうじゃない、10人って割と選びたい放題なとこあるでしょ。余りますね、うん。なんかしかも俺よう揉める思うわ、10人って、うん、揉めるよ絶対。そこにコミュニティが生まれ、うん、絶対そう、なんかするからね。そうだから、その究極の選択みたいなこと言うんやったら3人が限度ちゃうかなって、うん、自分以外に3人、俺自分以外に3人ってなったら合計4人ってことでしょ、うん、俺はもう男で統一するね、そこ女性絶対揉めると思うねんな俺。例えば、まあ、富木さんが優子さんと孝太郎君とってなったら、だからもう地球滅亡 ロケットの向こう側で富木さんが寝てる間に孝太郎君と優子さんがどうなってるか分からへんわ。最低やな。いやそれはでももう考えたくもないわ、滅亡やからね、人類。考えたくもないな。分かるで、うん、考えたくない。なってくるからな、なんか変に揉めるとかもなんか嫌やん。いやでもさ、でも逆にやで、うん、逆にそのパターン言うんやったら、まあ俺にその優子さんっていうのをいい品っていう点にしとこう、うんうん、ちょっとってなったら俺以外 AV 女優とか最高ちゃいます。ああ、そっち、うん、だから権限があるわけやろ、3人だけ連れてったろぞっていう、はいはいはい、で、すげえ極端な話だけど、みんなひれ伏してはるレベルやん、まあ、活動の声は、いや私よ私よみたいな、もう王者なわけでしょ、うん、だからもう AV 女優とかその有名なアイドルの人とかを選びたい放題なわけじゃないですか。ああ、だから俺やったら石原さとみちゃんと、吉高由里子ちゃんと、あともう一人どうしようかな。これはもうオーディションするわ。残り一枠はごめんやけど。じゃあでも普通の芸能人行っちゃう？行っちゃうかな。なんかもうでもそこまでやんやったらもうロケットがもう3、2、1、5で浮いた瞬間からもう裸になりたいやん。マジで？え？え、そんな狂ってんの？いや狂った世界やんけ。え、狂いすぎやわ。じゃあとりあえず裸になってもうなんかもう余計なことも全部取っ払って、あのセックススタートみたいなぐらいの、なんかもう3、2、1のカウントダウンがロケットの発射も、もうセックススタートぐらいのスピード感あってもええんちゃうかって。そこでね、そのそういうちゃんとした、うん、ちゃんとしたって言い方あるな、日本語って難しいな、またもう、そういう女優さんとかやったら、うん、なんかまたそこに至るまでにワンクッションつっても、あ、で仮にそれで二郎様二郎様私を私をみたいになって、で石原さとみさんと誰やっけ、
上戸彩さんと吉高由里子、吉高由里子ともう一人よく考えたけど久本雅美なんでやねん、なんでよく考えたけど、もう一人は俺ゲイとかでいいかな、あのちょっとした友達じゃないけど、あなんかこう対応というか、あそれは賢いわ、うん、じゃあだから女優とかアイドルとかそういう人ら、まあ、乗っちゃったら、うん、多分遠くも張る気がする、そういうセックス目的で選んで乗せるやん、でそれでお、じゃあそれで、うん、セックス目的で二郎くんが石原さとみさんと何やねん俺吉高真理子と、うん、もう一人誰か女優を、うん、選んだとするやん、うん、で乗るまでは二郎さんは全然全然全然 OK です OK ですみたいなで乗らはるけど、乗ってみてまあそら1回2回あんのか知らんけど、多分その時にその3人が、うん、いやもう私もうええわってなってきてと遠くまれたらお前だけ悪になって寝てる間に殺されたりとか、あ宇宙空間に放り出されたりとか可能性あるわけですよ、だからやっぱそこはそのほんまに綺麗とかほんまに好きな女優さんとかじゃなくて、やっぱりその性に寛大な人ある程度、うん、だ AV 女優は無理よ別に、そこに寛大っていうわけではないからね、それはもう今後もお仕事としてやられてることであって、だからその AV 女優読んだらはい3215で裸になるっていう状況は生まれへんよ仕事じゃないよ、あえ報酬命じゃないの、あ乗せたるからってことそれが報酬じゃないの、あか俺どんどんどん最低になってんなあかやめようぜ、だ俺はだからやめようぜ、なんかその俺ほんまに友達で固めるかもしれんね、地球滅もう死ぬやろ、うん、おいおい、まあなあでもそうやね、こんだけ人を連れてって、うん、逆に何が楽しいねって俺思うやろ、そうやね、なんか死んでもうた方がよくない、うん、だから乗らへんっていう選択肢もあるよね、うん、そう乗ります逆に乗ります、まあ、乗っても先大変やろうしなきっと、そうそうなんよ、俺ゾメイが好きでよう見るけどよう思うの、あでもよく考えて地球滅亡やからね、ただの人類がおらんくなるわけじゃないから、宇宙に行ってる日本人とかもいるからね、宇宙に世界中の人口を集めたら宇宙に行ってるやつだけ何百人かおるでしょ、って考えたら全然そんな悲観するほどのことではないんじゃないかという、ちでもさそら人はおるか知らんけど、うん、苦難しかないですよね、そこからもう幸せはないやろ、死ぬほど宇宙食とかあるっしょ、って考えたらやっぱ一人はやっぱこういう機械とか詳しい辻田さんとかそれこそロケット詳しいやん詳しくはないと大体乗れるやんまあなネット関係も詳しいから、うん、まあまあこれも秘密の話でちょっとあんま声大にして言えないですけど、実は辻田さんアノニマスの1位実はねなんですよねやし、まあ、機械詳しいとかロケット行って向こうで通信機器とかをうまいことを使いこなせる人、ああでも重要っすねそれは、いやでも俺は乗らんかな、もういいわ、だってゾンビ映画もささっきも言いかけたけど生き残っとるやつよりさっさとゾンビになった方が楽しそうな気しません、まあ、楽ではあるやろね、楽やろ、いつも全方位からいつ襲われっか分からへんで、もう疲弊しきって狂って精神的にで生き残ったやつで徒党組んでたら精神的に巻いて狂い出すやつが出てきて、今度はそいつも怖なってくるわけで、で人間不死になってきて、で絶対これ逃げ出したところで食料はもういつか尽きるんすからね、その時もめんやで、やったらもうさっさと死んだ方がいいよ、俺乗っちゃうかな、あれ乗る？やっぱ乗っちゃうね、マジか、なんでそこまでして行きたい、あ宇宙見てみたい図鑑で見ろなロケット乗れるんよ、うん、でも俺虫歯あるからさ抜かなあかんでしょ、だから何ヶ月か前に言ってくれんと、えなんで虫歯あかんの、なんか虫歯菌があれなんですよね、繁殖すんの、かかし死ぬほどの痛みがあるらしい、だから宇宙飛行士になるの大前提それですよね、歯が全部綺麗、虫歯がある人は完全に治ってからじゃないとダメ、完全にね、えなんでの、無菌状態じゃないとダメなんですよね、とりあえず乗るときは、マジか、へえ痛なるの意味わからんな、
無重力やったらなんか痛くなるんじゃない。例えば宇宙に宇宙服着ずにポンと人間が出たら死因は何か分かる？分からん。え、真空パックされてる状態なんだよな。あれ宇宙って真空なんでしたっけ。うん、真空って何が分かるんですか。足、空気がないだけ。なんか血が沸騰するんですよね確か。あ、地球やったら100度やけど向こうやったら40度とか余裕で沸騰するから。はい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 、血が沸騰してしまって死んでしまうらしい。むっちゃ痛いやん。やばいよね。え、どんな、何やろ血沸騰したら。いや、でも多分その前に意識失ってると思うんですよね。なるほどね。むっちゃ怖ない？怖い。じゃあ俺宇宙怖いんすよ。いや、まあ未知やし、人類の英知がまだまだたどり着けへん領域やん。いやし、まあまあ確かに怖い部分はあるけど、俺さ、その宇宙怖いのと似て怖いのが深海めっちゃ怖いね。あ、海めっちゃ怖いんですよ僕。別に入ることはできるけど、なんか海ってめっちゃ怖ない？なんか地球上でさ、光が要は届かんわけやろ。深いところまで行ったらもう水に遮られて、で何おるか分からへんやろあれ。なんかむちゃ怖って。深海魚とかよう分からん形してるもんね。気持ちが悪い。ということでロケットに10人は乗せませんと申し訳ないですけど、はい、私の結論はもう俺は死を選びます。ああ、まあ、10人選び言われたら選べるけどね。芸能人とか選ぶけどね。男女比7-3かな。7-3ぐらいなんかな。やっぱでも女性が多い方がいいんでしょうね。そういう性的な意味じゃなくて、やっぱりその先のこと考えると男より、うん、いや男ったら揉めるやろ絶対。揉めるでしょうね。わ、うん、がわが自分だけ。多分だから73男3の女7の形にして、あーでもどうかな、わからんな。それ男統一した方がいいんかな。でもどうなんやろ、ほんまに男だけやったら男だけやったら揉めへんのちゃう？男って結構生産性のある生き物じゃないですか。だから男オンリーになったら多分何かを成し遂げようって多分協力し合う気がしてくるんですよ。だから極端に空気読めへんでわがままなやつがいたらそれは破綻するけど、全員がまともな精神状態の人でちゃんと生産性のある人やったら、なんかとりあえずこの状況を打破しようっていう、うん、だから変なコミュニティもできん気はするんやけどな、うん、どこに向かってんねやろなこのロケットは。イスカンダル。じゃあ新たなその星があるってこと、うん、そうイスカンダル。イスカンダルへ。じゃあ仮にさ、この4人がロケットに乗り込みました、地球滅亡する、うん、はいはいはい、どうなんやろ役割、どうなんねやろな。あ、だからロケットの中って何もせんでよくないっていうか、だから俺はゲームを提案するよ。何か、なんかあの伊勢のでとかやろうやとか言うで、俺言い出すで、そういうタイプやし。リターン落ちてやろうやとか。じゃあでもいつか、いつか飽きるし、ね、で、言うてもやっぱ複数にいたら統率する立場の人が出てこんとあかんんですよね。そうだったらそれが辻田さんなわけやろ。統率者さんと、じゃあご飯係とか、そうそうご飯係とか、そう掃除係とか、なんかそういう生活感は出さんとやっぱ気狂ってくる。でも俺なんかご飯係とかやってもうたら、今日ご飯作ったの誰とかなってくるって。ほなお前作れや自分で。いや、ちょ、だから宇宙やし作るとかじゃないでしょあれ。パックのやつやし、そこは問題ないやんか。あ、そうか、うん、ほななんでお前だけそんな楽なやつやってんねん、こっちなんかもう宇宙で浮いてるゴミとか取ってんねんぞみたいな。だからだからもうすでに辻田さんは統率力がない。あ、な固定するんじゃなくてこう循環式にしていくっていう。くるくる回るやつ。あ、作ります表みたいな。そこにちょっとゲーム性、うん、こうなんかくるるるって回るルーレットみたいな。はい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 、そこでやったらいいんちゃいますか。ただでもこれだけ言えるのは、弘中さん食事係にしたらダメダメ在庫られる、在庫が棚卸しが狂ってくるようになる。で2ヶ月後ぐらいには弘中さんめっちゃ痩せてる。みんなと同じ量かな食べんの。どうなんだろうな、でもほんまに。
まあでも掃除とかもせんと埃とか溜まってくるでしょうね普通に。埃とか宇宙ないでしょ。いや埃ってでもあれ人間の死んだ皮膚とかやんな確か。あそうなの。赤とか。そうっすよ。でも浮いてるやんな。ふわふわ。あふわふわ。お風呂とかでどうなるんですか。入らへんの？宇宙って。服だけちゃう。えでも宇宙ステーションシャワーみたいなのあるらしいです。へえ。水ってどうなるんですか。浮いてるね。えでもさ。うん宇宙船ってもうもはや今さ、映画の世界じゃなくて16装置みたいなのあるでしょ多分内部その装置が働いてるところは重力が発生するとか多分そんなないやろないやろ無理やろなんだ重力を発生させる装置ってでもベルヘンすぎて笑けんねんけどえどうやって調べろやはよはよ調べろや NASA スペース重力発生装置あるわでも大概浮いてるやんみんなこの人、うん、じゃああれテレビ用やあれテレビ用やみんながっかり専用にやってはんの放送終わったら放送終わったらもうポチってやってもうおずれしちゃうみたいな感じでえぇ、絶対あるってついに実用化へって書いてます。重力装置でしょほら足漕ぎ式だほら足漕ぎ式マサチューセッツ工科大学がついに実用化ほら見ろあの例えば無重力装置とかも重力をコントロールしてるわけじゃないらしいよ。あ無重力感を出してるってだけ。そうそうそう例えば、まあ、人間がジャンプすると同時に、うん、その重力に引かれてすぐ着地するけどもジャンプした瞬間にその人が落ちるのと同じスピードで同じ方向に部屋全体が落ちるみたいなノリで無重力をやってるだけで。えじゃあさなんかさ例えばさなんかあの NASA のステーションとかで無重力練習みたいなんで昔はプールでやってたけどそういう装置があるってことやろ、うん、なんかテレビでも見たことあるけどなんか普通に中こうやってふわふわ浮いてはるやつあれって落ちてるじゃないですか部屋自体が。飛行機やんあれ。ああれ飛行機か。飛行機の中でこう落ちてる。建物の中じゃないんや。いやまあそれはそれでええけど俺見ろやお前重力装置あるやんけ。ちょっと待って。ああ。あるじゃないですか。ほんまに？いや今調べてはるじゃないですか。あるんですよね。去年の7月のニュースで。あそのニュース見た？見たんやと思う。あるよあるある絶対。さ2016年っすよもう。装置仕組みとか何も分からんけどなんかすごい難しい重力ベクトルを全方位に分散させることで重力と同じあれをどのこうのって書いてるね。あ重力ではないんや重力と同じ何かが、まあ、まあ厳密に言うたら重力ではないっていうことだからね。だからもうゆくゆくはちゃんとあのドラゴンボールみたいなほんまに逆に重力2倍とかやろう思うたらやれんねや。そういう部屋が部屋でポチってやって筋トレしようとか。まあ先に謝れよなんであったからなんでやねん。あったから認めて全員謝れよ俺になあなあ。えあの NASA にあるって言ったやん、うん、そのいやいやあの映画とかじゃなくていいとかまで言ってたやん、うん、別にこれ実用化はしてない実用化へ向けてやってるんでしょ、うん、してないから開発されたことがあるっていうだけであってなんやろなんか違うまだ研究段階、うん、全然だからシャワーは多分浮いてる球をペーンやってるて、うん、空中に浮いた水をピャンピャンピャンってやって洗ってる多分ね、うん、ちょでもさ思ったんやけどちょっと待って俺よく考えてんけどさ、うん、宇宙って摩擦ないっすよね。あないよないない。ボディタオルとかこうやってビャーって洗えんの摩擦生まれへんからツル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 ってなるだけなんじゃん。その摩擦はある、うん、その摩擦はある。空気の摩擦はない、うん、外は空気がないから空気抵抗がないからそうかそうじゃん多分そうやろね。そうか、多分あるでしょうね。いやないとか想像つかんねんけどどういうこと。俺もようわからんこうやったらツルンっていってますよツルンってなあジローつってこうやってツルンってなっておいおいお い, おい。すごいでも力はかかるんちゃう。この向こうに手をガーンってこうやったらこの手は向こうに行きっぱなしの状態になるからこっちグーってやらなあかんっていう体のグーってなるんちゃう。だってほな摩擦なかったらさ、うん、向こうでセックスとかツルッとだよ。あ
あるやろまだとか気持ちよくとも何ともないし、例えば紙と鉛筆向こうで持ってって書くことはできないんですよね。嘘やろ。できるでしょ。嘘。重力がないだけで。ほんまに言ってる？じゃあ重力なかったらで、なそれはボールペンとかじゃない？あ、そうなんかな。あ、ボールペンは液体っすもんね、言うたら。それはわかる。鉛筆はいけんちゃう？え、でも鉛筆ってあれ厳密に炭でしょ。なんか炭素爆発みたいなの起きそうちゃいます？なんか摩擦はあるやろ。宇宙用のボールペンでもあるらしいっす。あ、なるほど。あれはちょっともう知らん間に30分も喋ってんぞ。盛り上がりすぎや。次行こうな。ちょ待って、分かった、お前調べとけ。あ、書けるらしいわ。お前調べとけ宇宙のこと。今から黙って、俺と辻田さんと弘中さんでジロキチガイ進めるわ。個体のものはあんま関係ないなぁ。はい、行きますね。村中さんからの投稿です。テーマ、飲み物を3つ選ぶとしたら、もし残りの人生で3種類の飲み物しか飲めなくなるとしたら何を選びますか。例えば酒などいくらでも選択できそうな回答ではなく、カフェオレとか緑茶とかある程度絞ったレベルでお願いします。差し入れの際の参考になると思い提案させていただきましたと。残りの人生で3種類の飲み物しか飲めなくなるとしたら何を選ぶ。どういうこと。お、一つはもう俺緑茶ですね。僕緑茶。お茶っていう言い方あかんでしょ、うん、やったらお緑茶。緑茶なんかこう面白い例え話みたいなんで、こうアメリカの NASA は宇宙飛行士を最初に宇宙に送り込んだ時、無重力状態でボールペンで文字を書くことができないのを発見したと。でこれではボールペンを持ってても役に立たないから、 NASA の科学者たちはこの問題に立ち向かうべく10年の歳月、120億ドルの開発をかけて研究を重ね、その結果ついに無重力で上下逆さまにしても、水の中でも氷点下の中でも摂氏300度でもどんな状態でも表面にかけるボールペンを開発したと。で一方ソ連は鉛筆を使ったっていう、こう例え話みたいなのがあるらしくて、だから鉛筆って書けるみたいですわ。でほんで、あのこの宇宙でも書けるボールペンっていうのはほんまに開発されたらしい。ああということ。次の話題いく。テーマいく。もういっとるわ。もういっとるわ、はい、てか、え、なんだそれ今の話さ。アメリカンジョーク的な。多分アメリカンジョーク、アメリカンジョーク的なやつね。はい、残りの人生で3種類の飲み物しか飲めなくなるとしたら、うん、スーパー簡単やねんけど俺こんな迷うことなき、うん、何、ほうじ茶、コーヒー、コーラ、はい、ただただこれ。お前はそれ、うん、え、これ以外のあるんすかそんなあん。俺緑茶。あ、なしなしなし。え、なんで。ほうじ茶の方がうまいやん。なんでほうじ茶の方がさっぱり。いや 俺緑茶の方が好きやん。なんか残るやん、あのなんかの粉っぽい感じが。なんかほうじ茶の方がうまいし。いや俺緑茶。1個目ほうじ茶。じゃあ緑茶、緑茶、水、ジャスミンティー。え、お茶で攻めすぎやろ、うん、いやジュースとかいらんやろ。反応にお茶、うん、じゃあマクド行っても水飲めよ。いやお茶飲むわ。あ、緑茶もないか。爽健美茶しかないんか、うん、水飲めよ。あ、全然いいよ。ほんま、うん、水はでも外せない。水外したらあかんやろ。お茶でええもん俺。じゃあやから、うん、これまた前の話になるけど、うん、水をそうお前外したらさ、うん、もう米とか何で炊くの。あ、 それ言い出した。それやめよ。なあ、ご飯で、うん、なあ何で代用すんの。それやめよ。なあ、それあかんわ。いや、そういうことや。あ、じゃあごめん、水、コーヒー、コーラや。マジで、うん、え、コーラ。え、コーヒーは100歩譲っていいわ、うん、コーラ。コーラかな。なんで。え、逆になんで。もっと言ったら、富木さん、お酒入らんねや、思ったもん。お酒別にいいよ、そんな、3つしか飲めへんやろ、飲みも。お前、酒とか、お前、死ぬほど喉乾いてくっからな、逆に。別に、そっか、水飲んだやもん、これ。しんどいわ。しんどい。しんどい。しんどい。あ、お酒飲むのしんどい。お酒飲むのしんどいね、俺、いつも頑張ってんねん、お酒飲むとき。好きやけど。え、辻田さん、なんすか。水は外されへんよな、水、ビール、
ほらアホいた。あアホやな。ほんまアホやわ。はいはい、まあまあまあ今はい。あとあの蛍光補水液。何すか？何それ？所さんが宣伝してるやつ。ああ脱水症状にならへんやつ。あれ飲んだからな、あの、ね、年始は。あれないとまた食中毒になったら危ないし。時にもあれ飲んだから。いやねんそれ。えジュースいらんのっすか？ジュースは いらんやろ。辻田さんビールってなんかすげえ酒豪アピールしてきたけど割と飲まへんじゃないですか。そんなガバガバ飲む人じゃないでしょ。え、まあ、結構飲むくない？ビールばっかりやけど。でもシュワシュワなかったら嫌じゃない？その飲み物の中で炭酸がないと。だからソーダ水が一番強いんじゃない？それ言い出したら。あーしんどいぞ。炭酸水はしんどい。抜けるやん炭酸なんて。ほっといても水になるし。いややっぱまずいよ抜けた水は。ねえなんかちゃいますよね。あほな俺も変えていい？いいよ。水、うん、ジャスミン茶、はい、水割りもできるからね。そしたらハイボール飲みたくなんで飲みたくなるけど別に水割りでいい。水割りでいい。水お茶一種類でいいな。確かにお前の言う通り。よく考えてほしい。お茶とか飽きるとかないからな。水あったらとりあえず喉渇いたら水とお茶で。お酒やっぱいりますよね。肝臓が悪くなっても一滴も飲めないです。お茶しか飲めない。そうやね。そこやね。肝臓を痛めました。もう酒やめてくれって言われたら、せっかくの3つのうちの1つがなくなるってことでしょ。そこがいや。まあでもそれでいきますわ僕。ひろなこさんは？水、牛乳。牛乳？緑茶。あ、ウーロン茶か。ウーロン茶ですね。牛乳。好きなんすか？ないと、もういろんなことがで、もう、ね、例えばなんすか？あの、コーンフレークとか。他は？他、ちょっと、いちごまんじゅうでいちご。食いしん坊なんだから。いや、ほんまに。本当に。ちょっと食べ物よりやんな、牛乳。食べ物よりですね、うん、食べ物より飲むんじゃなくてこうアクセントとしてね。そうそうメニューの。なるほどね。どこまで改造していいかによってまたちょっと変わってきます。まあでも水は絶対いりますよ。水は確かにいるわ。水とお茶は絶対いる、うんうん、だからもうおかしいんですよ。、うん、お茶が入ってへんっていうのは。俺も入ってへん。あ、そうか。水、コーヒー、コーラ。コーヒーでもしんどないか。俺朝飲まへんから始まらへんやん。後悔せえへん。せえへん。いやでもお茶ないと無理っすよね。え、お前ちっちゃい時からご飯食べる時、うん、俺さ、だからあかんねんけどジュースで食べたりしてたな。親いたらおかんとか怒られたりしてたけど、おばあちゃん家行ったらコーラでご飯食べたりしてた、ね、それで美味しいって思ってたの、うん、その白いご飯とお味噌汁みたいなやつでもコーラ。はい、まあ、ゆとりなんでしょうね。うち完全にお茶やったから。じゃあ家はお茶やで、そらやし、しかもお茶で。でもお茶で流し込むわけじゃないやん。喉渇いたら飲むんやん。ああまあそうやな、うん、俺だからあれやん、ご飯食べてて途中でアイス頼むたりする必要やん。それみたいなもんよ。異様やなお前それ。そう、俺も薄々気づいててんけど、せやそれやお前と飯食その夜とか、うん、行って違和感を覚えてたのはもうそこやわ、うん、デザートかなと思いきや違うんですよ。そっからまた箸休めみたいに、もう一踏ん張り行くね、うん、そうそう。あれなんなん、なんなんて。別に食べたいのがおかずじゃなくてアイスやったってだけ。ただただそれだけ。あ、じゃあ例えば、うん、例えばみんなで、まあそうやな、インド料理行きましたと。でまあこう順番に食べてて、いろいろおいしいなおいしいなっつっていろいろ食べてて、ふとお前がポテトチップスが食べたなったと、うん、目の前にありました、う
食う。パリパリっていくね。え、どういうこと、なんでいかへん、ほんまに食べたなったの。食べたなって、お店のメニューにポテトチップス あんやろ、うん、まあまあある以上あれやけど、うん、パリパリっていくね。ほんまに、うん、え、わかります、その感覚。え、じゃあ刺身食った後にもういきなりアイスクリームいく。全然いけます、全然いけます。え、だからまあ、うーん、だからカルビ、ハラミ、バニラで似てるけどなリズム。カルビ、ハラミ、バニラ、ロースみたいなのいいっすよ。すげえな。でも回転寿司とか行った時に途中でケーキ取ったりしますよね。いや僕しないです。しません、しません、しない。え、する。いや俺多分その出てから食うね。ああ、だからその回転寿司のそのアイスに信用を置いてない、スーパーとかで買ってきたっぽいやつにはなんか違うやろと、うん、どうせ甘いもん食べんやったらちゃんとちゃんと食べたい。カフェ行ったりとか。あ、挟むんすか。挟みますね。マジか。挟みます。無理無理、甘いのはもう最後やろ絶対、うん、甘いのないと生きていかれへんわ。だから絶対コーラいるね。甘いもんが好きってことか。好きとかじゃないもん。いや好きなんやろ。喉乾いた、お腹減った、甘いもん食べた、一緒やんこれ。じゃあ一緒なんや、ベクトルは。でもさ、例えばさ、俺思うやけどさ、すげえ喉渇いてる時とかにコーラとか選んで飲んじゃうやん、うん、それはまあ欲求があるから喉さあさあ、うん、でもいつも後悔すんで、結局なんか口がねちゃついて最終また俺お茶飲んでたりすることあるから、よく。そう、それやったらもう喉の渇きを潤すもんではないなって思って。分からんな。どういうこと、もよ分からんわ。もうほんまなんか2人ともっかい今回、難しいな。ディスカッション、まあ、ディスカッションになってるってことですね、うん、確かにね。じゃあちょっとお便りのコーナー行きましょうか、そろそろね。普通のお便りから行きますか。はい、あ、これ行こう。いい、うん、すげえ嫌なんやけど名前、藤田壮介の母町。いや俺もそれ思ってた。見てた見てた。俺言うたことあったっけ。え、町子さんな。町子さん、えすごいな。お袋の味、次郎くん、壮介こと。ここもここもおかんの手だよ。おかんちゃうわ。え、いつも楽しく聞いてます。おかん、おかん、こんな聞いてますとかチャラけおらへんからな。早速質問ですが、お二人のお袋の味といえば何でしょうか。私はオムライスです。これからも番組頑張ってください、マチコと。はい、ありがとうございます。俺これはね、肉じゃが。あー、ベタやね。うちのおかんね、あの料理あんまりうまくなかって、ずっと、うんうんうん、でむしろ親父がすげー料理うまい人やって、うん、でただでもやっぱ男でその会社でその出張で海外よう行ってはったから、なんか親父なんかな、一回食うたもう再現できはんねん、レシピとか見ると。天才ですね。だから多分ほんま料理人になるべきやった人やって、だからしょっちゅうちっちゃい時から親父が家でご飯作ってて、途中からも普通に毎日の平日のご飯も親父が作るみたいな流れやって、おかんってあんま作られへんかったっていうイメージがあるんやけど、要はおかんはおかんで京都の古い家の子やって、要はおばあちゃんとか代々こう受け継いでる味みたいなのがあるらしくて、でその中で俺は肉じゃががやっぱもうダントツ。だからもう豚の生姜焼きとか食べたなって作ってもらったらクソまずいんよ。なんかほんまにな、豚のあのロース分厚い、あれの上に生姜だけ置いて焼き出したりとかしようって。なんか俺ちっちゃい時生姜焼きってそうやと思ってて、だから大人になってさ、怖いな、なんかあの普通の生姜焼き見てびっくりしたよ。あ、こんなジューシーなみずみずしいもんなんやって思って。だから生姜焼きってすげえ辛くてカピカピのもんやと思ってたから。そんなレベルやのに肉じゃががすごい美味しくて、はいはい、だから未だにレシピだけ俺おかんに聞いて家で作ったりとかしますよ。すげえ美味しい。ここで食わしゃるわ。むちゃうま、むちゃうまいし。食べてみたい、うん、俺はもう完全にカレーライスやな。あ、そう。うちのカレーめっちゃ辛いんよ。ほう。あんま好きじゃないんよ俺。え？あんま好きじゃないんやけど、それが家の味って感じがする。へえ。好き嫌いの話聞いてへんでしょ。あ、まあそうやね、うん、え、お前んちのおかんはご飯上手なの。うまい。やのにカレーはモストツってこと。ちゃちゃ、多分な、
辛いから俺があんま好きじゃないだけで、めっちゃスパイスとかこだわるんよ、おかん。あ、なんか葉っぱ入れたりとか。市販のルーからじゃないんや。多分ね。それすげえな。玉ねぎとかもなんかめっちゃうるさいもん。俺一回手伝ったことあって、焦がしたんなんか怒って捨てよったもん。うるさ、もう一生手伝わへんって決めた。あ、じゃあやからもうカレーやるよってなったらもう一日作業レベルでやらはるし。多分やりよるね。ああ、そう。ではそれがすごいこだわってて、いつ食べてもわあなんか家帰ってきたみたいな感じする。食いたなったりする？あ、でも なんかなるね。家帰ってカレーあんねんけど食べるって聞かれたら、ちょっとだけちょうだいっていうもん、ご飯多めで。じゃあ、でその京都から出たやんか、うん、去年お前で、その何もない家から離れてる状態で、うん、あ、おかんのカレーちょっと食いたいなって思ったりする？合わないかな。それはお袋の味ちゃうぞ多分。え、好き嫌いじゃないのは分かるよ。俺もおかんの作る料理で、うん、一番好きなのは藤田ライスっていうやつやね。おもんな。いや、ほんまに、ああ、そうなん、うん、ほんまにあんねん藤田ライスっていうのが。それ超美味しいの、うん、一番美味しいのやけど、でもそう、一人暮らし18の頃から始めて、うん、ずっとなんかふとなんか食いたいとか、はい、おかんになんか会って家帰る時とかに何が食べたいって言われたら、はい、全然その美味しさ順位そこまで高いわけでもない肉じゃがパンって、うん、一番思い浮かぶのが、要は一人でいててもそう、もっとうまい肉じゃが多分存在してんねん、分かってんねん。肉じゃが食いたいなってなったらよその肉じゃが食ったりするけど、おかんの肉じゃが食いたいなって思う時が。へえ、お袋の味やな。そういうのは逆にないの？分からん、なんでもうまかったからなって思う、ほんまに。あ、じゃあもう全体がお袋の味なんやね。うん、あ、でもおかんの料理食べたいな。あ、でもそういう人やりますよね、たまに。全部がうまいって。お味噌汁とかも美味しかった。あ、いいな。どうやって作ってるか知らんけど、味噌とか、うちおかん作りよったら、 お湯に味噌汁溶きよるだけやったから。味噌だしぐらい入れろやって一回一回高校の時に言うてしもて、うん、親父が横に寄って機嫌超悪がって、うん、お母さんに向かってその口の利き方なんや言うて、朝っぱらからビッとバチンされて。痛いないや、でもだし入れんのそれぐらい大事やで思って。味しっかりするからね。全然せえへんかって、なんかもう。辻田さんなんすか？チャーハンやな。焼き飯。焼き飯、うん、あのベチャっとしたやつ。ああ、家っぽい感じの。火力が弱いですからね、ベチャっとなりやすいんですもんね。魚肉ソーセージが入った。ああ、なんかごめんなさい。いや、絶対美味しいで、絶対美味しい、もう間違いないよ。自分で作ってもああならへんねんな。あ、そう、どうしてもパラッとなってまうねん。いや、そういうの見て作るやんか。料理自慢、腕自慢してきはったで。うわ、どうしてもパラッとなってまうねん。どう頑張ってもパラつくねん。あのベチャ感は出されへん。他行きますか？あれ行こう、もう一個の方行こうか。恋愛？恋愛相談行きましょう。あー、ちょっと俺こういうの好きかも。何何何？人妻さんから。はい、大好きです。二郎さん、とめきさん、こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらってます、はい、最初はゲタクさんが出てる動画を探していたらヘブンゾーンにたどり着き、とめきさんが大好きなり、二郎近い受けて二郎さんも気になりとしました。むしろ今では二郎さんの方が好きかもです。お、相談なんですが、今私は27歳、結婚5年目、2児の母をしています。最近旦那にとめきちを感じられません。ときめきな。よう間違えられるけど。浮気をしたいとは思いませんが、もっとドキドキしたいです。どうしたら旦那にドキドキできますか？またときめきさんは彼女のどんなところ、とめきちさんな、とめきさんね、とめきさんは彼女のどんなところに魅力を感じますか？よかったら回答よろしくお願いしますということで。そうね、いや、ドキドキ。どれぐらいだっけ、ゆうこさん。ゆうこさんは俺3年目やね。ドキドキする？せえへんよ。あ、てかドキドキなんかする必要すらなくない？というか、だって一緒に住んでられるとか、多分結婚できてるっていうのは、要は多分辻田さんなんか既婚者やから分かると思うけど、多分もう空気なんですよね。ほんまによく言うことやけど、ほんまにいな落ち着かへんっていう、ただそれだけですよね。なんか
例えばその人がもう全くこの世に存在せんようになったりとか、自分の元にいやらへんってなったら、もうそれはもう単純にそこの想像は俺今できひん、うん、いやそれでいいと思うから、別にそんな、というかだってさ、素敵なことか知らんけど、ちょっとお前何年も10年も一緒にいてて、10年一緒におる間ずっと毎日ムラムラしたりさ、ドキドキしてたろ、体持たんで、まあ、だからこそ結婚に至ったんかもしれない、うん、そう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 、何をきっかけに結婚しようと思ったんですか、辻田さん。多分結婚できひんやろなと思ったから、この先一生、うん、どう頑張っても無理やろなと思った。チャンスがあるときに結婚しとこうと。それはそのまま奥さんに電話していいですか、あとでチャンスがあったから、チャンスがあったから、別に誰でもよかったらしいですよ奥さんつって。まあでもそんなもんじゃない、結婚に関しては。そうなんや、うん、ドキドキしたんやったらもうこれ、うん、浮気をしたいとは思いませんが、もっとドキドキする、ここがもう破綻してるよね、うん、もうもはや多分結婚しちゃってドキドキしたんやったらもう浮気しかないよと思う、うん、不倫しかないと、うん、一旦失ったドキドキ感はもう多分戻らんよ、うん、でも次郎くんもさ、付き合ったりとかさ、まあ、数々そのしてきたと思うけどさ、その好きとか嫌いとかっていう感情なんてもうすげえあっさりなくなるやろ、まずは1年ぐらいおったら。そう、うん、好きじゃなくなってくるやん、大事にしてあげたいわ、もうもはやそれ俺は好きじゃないと思うから。好きじゃなくなったら別れるもんね。あーなるほどね、うん、だからいわゆるそういうときめきみたいなんがなくなったらってことやろ、うん、もう言葉にしづらいけど、うん、それあれじゃない、あの一緒に住むからじゃないの。ああ多分そうかもしれへん。そうやな、俺昔から付き合ったりとかしたら18からやったから、一人暮らしがもう付き合ったらもうすぐ住むの俺、マジで一緒に、うん、めんどくさいやん。なんでなん、逆に一人でいたいなって思う時とかないの。いやあるよそら、あるけど、でもそんなん別にトイレ行ったりだけやん。ああ、うん、一人になったわーってなる、うん、それそう。いや俺なれる人やね。あそうだ、とかお風呂入ってたりとかして、それは一人やっつってふってなるから、うん、それで十分。そうなん、うん、辻田さんないんすか、一人になりたいなっていう瞬間。今も家族と、まあ、嫁とおる時よりも子供と一緒に遊んでる方が楽しかったりする。ああまあ子供はね、まあでもやからこの漫才師と一緒やねん夫婦なんて、うん、あの人らもだっていつも出会った時はもうこいつしかいいんわみたいな、すげえ運命的なみたいなレベルの話を聞くやん、運命の出会いやったみたいな。でもやっぱり何年も何十年もやってたらそこ7にならはるけども、別にその出会った当時の衝撃とか一切ないし、でももうお互いに黙ってても認め合ってて別れようとは絶対しあらへんじゃないですか、解散しよう、だからもうそれでいいんじゃないのって。でもダウンタウンかってそうやん、あれ、まあ、ちょっと浜ちゃんもピンになっても全然両方収入もおそらく減らへんし、機能するもんな、機能するしで、やけどもう前もダウンタウンである必要性なんてないわけよ、全然。ピンになられた方がテレビ局もギャラ安いわけやんか、絶対一人読んだら倍半分になってるわけやから、人件費も。やけどもでも絶対解散しあらへんっていうのは、多分ずっと一人二人で活動してるっていうことが、なんか多分あの人らの中で多分すげえ大切なことやったり多分するんちゃうかなって俺は思うよ、うん、そうなんと思うけどね。やから多分そのもはやああいうダウンタウンとかああいうレベルの漫才師とかにならはったらさ、逆にそういう冠番組持ってゲストと絡んでる方が楽しそうやったりとか、あそれがこの結婚でいう浮気なんじゃない、うん、浮気っていうかね、ちゃう女にちゃう人に目が行くっていう、うん、ドキドキは必要ないと。ドキドキ必要ないし、ドキドキは必要なんやったらもう浮気するしかないと、うん、だからよう言うやん、浮気してすげえドキドキして燃え上がって実際に離婚してそいつと結婚しましたってなったらすぐ別れたり、うん、
だから結局ほんまの元の嫁はんとか旦那はんがすげえガッチしてたのに、ただそのドキドキばっかり追い求めてて、でも結婚してみたら合わへんかったとか、そういうもんやと思うよ。人間は結局動物なんやからね。暗なりましたけど。そうですね、まあ、不倫はねダメですからね法で禁じられてますからね。そういうことです、はい、ドキドキはだからまあ少女漫画読んでくださいと。そういうことです、ね、君に届け読んでくださいと。そういうことです。はい、今週はこの程度で終わりましょうか。勘弁したのかなと、ね、はい、盛り上がりましたね辻田さん、じゃ あのお便り募集してますって言ってください。お便り、お便りの方は専用メールアドレス、ジロキチアットジャンバリドット TV、 JIROKICHI アットマークジャンバリドット TV、 そちらの方と、あとはジロキチ会議、公式ツイッターの方にリプライを送ってもらうと、はい、いうことで、はい、お便りを募集しております。はい、あと、グーターグーター大丈夫ね、これ編集できるから大丈夫、ね、もうスラスラーとなるから編集したら編集って怖いな。いいじゃんの方で、専用応募フォームがありますので、はい、そちらの方からご応募ください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。というわけでまた次週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。